アメリカと香港の海底ケーブルを撤回 Facebook 先日 Facebook がアメリカ連邦通信委員会に対してアメリカと香港を結ぶ海底ケーブルの施設計画を取り下げる文書を提出し計画を撤回したことが明らかになりました Facebook はアメリカと香港の通信リンクについてアメリカ政府から懸念があるため申請の 取り下げを決めたアメリカ政府の懸念に対応したシステムを検討したいと説明しておりますが、まあ、現状、中国政府がアメリカ製の SNS の通信を遮断しており利用できない状態となっておりますので、香港に対して海底ケーブルを施設しても アメリカの SNS が利用できなければ意味がないんじゃないでしょうか。Facebook などにはこういった海底ケーブルの計画、まあ、例えばアメリカと台湾をつなぐ形でケーブルを敷けば大きな意味を持つことになるんじゃないかと思われますので、アメリカの企業としてアジアとの 太い通信回線を確保したいと考えているのであれば、今後は日本や台湾を通信拠点として検討していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。